視野も広いですよね。広い、見やすいですよ、こう見た時もね、掴みやすい車幅が。だからで、まあ何サイズは大きいんですけど、はい、こうすごく動かしやすいっていうか。ああ、小回りもあるですよね、最初の 5.2 だと。小回りはね、驚異的だと思いますね、本当に。みんなよく言いますよね、コンパクトカーを買って思うぐらいすごい切れるですよ。だから10系20系よりも小回り効きますし、はい、あで 40LS よりも小回り効くしっていうとこですよね。30系っていうのはね、よく考えてあるんですよ。やっぱすごいですね。で内装は広くなってるし。ですよね、そう、広くなってて、まあ、サイズもアップしてて、でも小回り効くようになってるっていう適当に作ってないっていうかね、そこまで考えて。それプラス内装のこだわりですもんね。そう、この内装のクオリティね、すごいよね。もうずっと見てられますよ。すごいっすよ、ね。この内装はあのホテルをこうイメージしたってね、いう、ホテルリッツカールトンっていう一流ホテルのその部屋をイメージして作ったらしいです。結構高級ホテルの内装です。そうです。だこういうイメージがあったんじゃない、やっぱ。あの2、30年経っても色褪せないですよね。色褪せないよ。こんな車ないもんね、だって今。ないですよ。本当にないんだよ。新しいのが。最高かっていうとそういうことになります。それはやっぱセリショを知っちゃうといろいろ見えてくるものがあると。それしかない。そう、3万セリショが自分基準なんで。あ、それを基準に見ると本当に厳しくなるよね、採点は。そう、トルク感とか静粛性とかやっぱね、それは厳しくなるよね。このデザインでディーラーに置いてあっても多分売れますよ、うん。全然新車としてね。今だからこの路線で言ったらすごい高くなっちゃった、んじゃないかな、車両価格もね。このクオリティのまま進化してたらやっぱり高いんじゃない。1500万は全然超えてんじゃないのかな、うん、今の感覚で言ったらだよ、うん、コストダウンしててもそのぐらいの値段ついてるわけだから。ポーストドリンクホルダーでしたっけ。そうです、押してみて。あ、静かですね、やっぱ、うん、ガタンとかいかないじゃないですか。そうね、当時でもそういうところまでこう考えて作ってたんでしょうね。チュートにして走ったら暑いんですか。あ、いいですよ、やってもいいですか。どんな感じかって。まあこのサンルーフバイザーがついてるんで、あ、風の巻き込みはないんですよね。なんかないとあるんですか。あります、あります。だからバイザーついてると例えば80キロとか出した時も車内にはこう入ってこないんです。あ、風を流してくれるからね。そう、これはこれで全然涼しい季節なんかだったらもう全然ありだよね。なんか本物文化みたいな。そう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 、開放的に上からも空気を感じて、あとちょっと上げとけばこの風も流れるしね。ですよね。うん、これもう30、35だ、ノリジョス35で買ったけどね、未だにこんな元気に走ってますよ。ですよね、快適に。日系中古車で買われてました。そうです、認定中古車なのに38万でしたもんね。保証とかつけたんですか。ロングラン保証追加で。ロングランはつけてないです。1年保証。あ、でも結局壊れてないんで。すごい車だよね。ですよね。バッチリですか。これクロミちゃん、どうですか、いい感じですか。めちゃくちゃいい。豪華でしょ。そういうのもあるから結構見応えはあると思うんですよね。リクエストアイボリがあるんですね。そう、組み合わせがねやっぱいろいろあったっつうんで、内装の色とかね。あ、これはミディアムの方ですか。そうですね、いろんなその内装に合わせたそのウッドみたいな、黒だとこのウッドになるとかって感じなんですよね。
微妙に違うんですよ。ライトブラウンっていうと、あのさっきエクリルト、あの明るい、そう、あ、そうですね、近いと思いますよね。明るい系のもあったし、なんか内装の色でこう変わってくるみたいな。妥協なく変えたらもう最高っすよね。今のところ062のホワイトパールか、うんうん、ホワイトパール、プレミアムシルバーか、うん、ブラックかゴールドマイカか、はい、うん、ダークブルー、どれも魅力ありますね。よかったね、今日は。いや、よかったですね、じゃあ。まあ、何か行動すればいいことあるんで。貴重な体験でした。そうそう、いい。面白いですよね。でも、勇気出して DM した甲斐があったなって。あ、そうなんですか。いや、本当に今日はありがとうございました。いえいえいえ。またぜひ機会があったら。もう全然。声かけてください。もう全然全然。じゃあ、ありがとうございました。いい。勉強も頑張って。お頑張って勉強もね。ありがとうございます。はい。